します。みんなこんにちは。何してんねん、早くこっち来て。いやもうほんと、もう最近ね、どこ行くねん、あんたたちここやねん。あらこりゃ大変、あいちのお茶目発動してもうた。すみませんね、変なの連れてきてもうて。お茶目お茶目、英語で言うたら T.I.S. あっち。しょうもないですから、まあ、言うてますけどね、実は今私やりたいことがありまして。聞いてくれる？ダメです。なんでよね。そんなことより耳たぶって柔らかいですよね。嘘やろ、待って待って待って。皆さんは右耳たぶと左耳たぶどっちが好きですか？右だぞって方。話やねん、興味ないねん。ダメですか？耳たぶですよ。あっち。だから何の話やねん。ええから私の話聞いて。わかりました、聞きましょう。私引っ越ししたいなと思ってるんですよ。なるほど、引っ込み思案を直したいと。言うてへんわ。引っ越ししたい言うてんねん。もうええから聞いて。わかりました、聞きましょう。私の部屋探しのこだわりっていうのが、まずは落ち着けること。あ、餅をつけること、これは大事。なんでやねん、家で餅つかへんやん。餅いらん、美味しいで。いや美味しいけどもね、一人暮らしの部屋で餅つかへんやん。次に大事なのが角部屋ね。私はやっぱり双子山部屋。間取りは 1DK、 ワンドヒョウ小錦っていうね。オートロックね。で、ハキョイ。なんやねんそれ。さっきから変なの挟み込んでくんなよ。あれ、ちゃうかった？全然ちゃうわ。ワンドヒョウ小錦でハッケイ言われて、ただの相撲やないほんまに。ごめんなさい、私ほんまに黙ります。お口にリップです。それを言うならお口にチャックやな。何唇潤してんねん。さっきから舐めてるやろあんた。まさか、舐めてへん舐めてへん。舐めていいのはアメちゃんだけ。わお、スイーティー。してんねん。もうあかん、完全に舐めてんな。まあもうご覧といてくださいよ、さやかさんの落ち着ける場所はもう見つかってるじゃないですか。どういうこと？この漫才の最後で落ち着けてるじゃないですか。うまいこと言わんでええねん。もうええわ。どうもありがとうございました。